ました。一人です、はい。お席準備してまいりますので、はい、ご購入終わりましたらこちらでお待ちください。はい、かしこまりました。うわ、間違って2個押しちゃった。どうしよう。はい、あ、それでは一つ訂正させていただきます。わかりました。はい、いいですか、このまま。はい、はい、どうぞ。はい。それではお席ご案内いたします。はい、ありがとうございます。これ、いいですか。あ、すみません、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。足元の動作をお助けください、はい、ありがとうございます。こちら手前のテーブル席へどうぞ。テーブル、はい、A さん1名様ご来店です。使っていいんですか、ここ。あ、はい、どうぞそちらの席へどうぞ。あ、ここで、じゃあ、はい、ありがとうございます。 A さん、そば1枚いただいてます。 A さん、そばでありがとうございます。はい、A さん、そば1枚お願いします。はい、 A さん、そばで提供参ります。はい、提供お願いします。失礼いたします、はい、お待たせいたしました。鶏そばでございます。 ありがとうございます。ご注文すべてお揃いになりましたでしょうか。はい、ごゆっくりどうぞ。はい、ありがとうございます。お姉さん、ちょっと聞きたいんですけど、これめちゃくちゃ泡立ってるじゃないですか。はい、これ何なんですか。こちらはの白湯スープとチー油を、うん、のミキシングとか、うんうん、のミキサーを使ってミキシングして泡立てております。へえ、はい、家でもできるんですか、これ。そうですね、材料さえあった、材料と道具があればできるとは思うんですが。わかりました、はい、やってみますね。あ、どうぞお試しください。はい、ありがとうございます。失礼いたします。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。どうぞ。よいしょ。ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。足元の段差、はい、お気をつけください。 ありがとうございます。またお待ちしております。 ありがとうございます。ごちそうさまです。いってらっしゃいませ。行ってきます。まずじゃあ結果発表を行います。はい、今回は認定見送りです。はい、わかりました。トータルしてすごくやっぱ丁寧でお客さんからしても安心感あるなっていうのはすごく感じました。ありがとうございます。まあ、声のトーンとか、まあ、ちょっとしたお辞儀の仕方とかっていうのは、はい、まあ、すごく素晴らしかったなと思います。はい、で、言葉遣いが何点か気になったところがありまして、はい、例えば鶏そば、お一ついただいたと思うんですけど、はい、そういう時は逆に1枚って言わない方がいいです。そうですね、はい、鶏そば鶏そばだけで、はい、とご案内する時のアテンドの仕方っていうので、はい、ホールっていうのはどっちかっていうと非効率をちょっと求めてほしいんですね。そうです、はい。例えばさっきので言うと A さんご案内したんですね。はい、であちらグラスを置いてるお席にお願いいたします。はい、結構迷われてたんで、はい、理想はですよ、もうドア開けて中に自分が先に入って、はい、そこのお席を指さしてあげる、はい、一番これが理想ですね。はい、これをちょっとやってあげたらお客さんは、まあ、迷うことはないのかなと思います。で、結構多かったのがどうぞっていう言葉を最後につけることが多かったんですよ。はい、どうぞっていう言葉は何かの前に持ってくる言葉で、こちらへどうぞというがどうぞこちらへ、はい、お客様どうぞお召し上がりくださいませとか、はい、どうぞは前に持ってくるものと思っておいてください。はい、アドリブもしっかり答えれてたんですけど、最後は入荷ってワードが入ってたらもっと良かったなと。あ、はい、これですね。で、トータルしてすごく良かったなと思います。はい、こういうところをちょっとずつ改善すれば次回は認定されると思いますので、はい、気をつけてみます。もし機会があれば、はい、お願いします。では以上で終わります。お疲れ様です。ありがとうございます。終えてみていかがでしたか。いや、やっぱり緊張しますね。普段通りにやってみようと思いますけど、その緊張しちゃってなかなか、まあ、あと自分のやっぱりこうしてそのできてない部分の指摘をいただけるのはやっぱりありがたいだと思いますし、これを糧にまた頑張っていこうと思います。ご来店ありがとうございます。お客様1名様でよろしかったでしょうか。はい、ありがとうございます。お席の準備してまいります。少々お待ちください。はい、すいません、お客様、お先にチケットをお預かりいたします。はい、つけ麺と肉寿司で、ありがとうございます。はい、つけ麺茹で時間少々お時間をいただいております。はい、大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。お待たせいたしました。こちら前のカウンターのお席に、はい、左側でご用意してます。はい、ありがとうございます。足元段差高いです。お気をつけください。ありがとうございま す。いらっしゃいませ。ご来店ありがとうございます。シュシュ、一番さん、つけお寿司いただきました。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いただきます。お待たせいたしました。ごゆっくりお過ごしください。ありがとうございます。
いただきます。お姉さん、あのこのつけ麺のスープ、はい、濃度とかって分かります？濃度、はい、いや、なんかさっき鶏そばか鶏つけそばちょっと考えてて、私たまにラーメン屋さん行くんですけど、はい、これ濃度って何度かなと思ってて、なんかさっき書いてあったんですけど、濃度はごめんなさいちょっと分からないんですけど、鶏そばはこちらの白湯から私でさらに割ってるんで、もう少し飲みやすくなるんですね。薄くなってる。ああ、なるほど、はい、これじゃあやっぱ濃いんですね。はい、結構濃かったですもんね。太麺に合うように作らせていただきます。めちゃくちゃ美味しかったです。美味しかったですか？はい、よかったです、ありがとうございます。お姉さん素敵ですね。ありがとうございます、よく言われます。ありがとうございます。ではごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。後ろ段差ございます、お気をつけください。気をつけます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。朝からありがとうございました。ありがとうございます。良い一日をお過ごしください。いってらっしゃいませ。矢山さんの評価結果をお伝えします。はい、お願いします。お疲れ様でした。まずお疲れ様です。早速結果言いますね。はい、今回は見て見送りです。はい、トータルじゃすごく声がハキハキしてて、で表情も豊かで、あのなんていうんですかね、活気は出るなっていうのはすごく感じました。はい、ありがとうございます。すごくいいところだなと思います、はい、で気になった点として、まず、まあ、何回か髪を触ってたところですかね。あと、まあ途中であった通り、あのつけそばなので、まあ、あえてここもつけそばにしてほしいなというところですね。要所要所の言葉遣いというところで、はい、チケットお預かりしますっていうところがあったんですよね、はい、チケットってこちらもいただくものなんで、チケットは頂戴しますっていう形で言ってほしいなと思います。すごくもったいないなと思ったのが、まあ、普段だったらエプロンとかっていうのはあの、ね、お客様が食べる前には渡したりはしてるんですよ、はい、で、まあ、今回もお客様はあの白い洋服着てたんで、はい、まあ、あらかじめちょっと渡してほしかったなとかっていうのはありました、はい、で、あのシチュエーションの部分です。あの本当はね、答えが知りたかったんですよ。濃度が何パーセントっていう、そういう時はもう分からないんで、ちょっとすぐ社員聞きますねとか言って、うん、まあ言ってもよかったのかな、はい、そこからの切り返しっていうのはすごく良かったんですけど、はい、まあ、そこがあったより良かったのかなと思いました。で最後開店時、ありがとうございましたっていう過去形になっちゃってたんで、ありがとうございますにするともなおさらいいかなと、はい、まあ、もちろんあと緊張もあって、まあ、全体的に早口になってた部分があったんで、そこさえ改善すればわかりました、いけると思います。はい、ありがとうございます、はい、今回ありがとうございました。ありがとうございます。とりあえず緊張が緊張しかなかったんですけど、楽しくやらせていただいて、まあ、次は認定していただけるように頑張ります。